外堀に面した有楽座裏久座は、1908年12月1日に開場し、1923年9月1日の関東大震災で消亡した日本初の全席一席の洋風劇場。数寄屋橋の東北約150メートルにあった。坪内逍遙らの文芸協会、幼い薫らの自由劇場、池田大吾らの無名会、島村宝月らの芸術座、上山宗仁らの近代劇協会ほか、新劇場園の拠点になったことなどで知られる。JR 有楽町駅の銀座口を出て、有楽町センタービルの左を銀座の方へ歩くと、首都高速道路の高架をくぐって外堀通りにぶつかる。有楽座は、その外堀通りを横切らない右手にあった。あった時代に遡ると、外堀通りは水をたたえた外堀で、両岸に道路が通じ、東岸に、東京電気鉄道の路面電車が走り、西岸には引き込み線が入り、有楽座は引き込み線の道路越しに外堀に向いて建てられていた。柳沢安江、福島行進ら家族新四連の発起にて高等演芸場の目的で建築されたという。設計は横川民助の横川工務所、施工は清水建設の前身の工務店。プロセニアム付きの舞台は間口約11メートル、奥行き約 7.3 メートル。3層の定員900の客席は、桟敷や土間でない椅子。オーケストラボックス、食堂、休憩室も備え、従来の歌舞伎の芝居小屋でない日本最小の欧風劇場だった。1920年夏、帝国劇場株式会社に合併され、久米修二が主事となり、改装した。以降は、帝劇姉妹館的に、扱われた。1923年の関東大震災に消亡し、再建されなかったが、1935年6月7日に、東宝が東京宝塚劇場、日比谷映画劇場に次ぐ3番目の劇場として、東京都千代田区有楽町に2代目、有楽座を開場。1984年11月11日に、有楽町マリオンが完成し、老朽化を理由に閉館するも、2005年4月9日に、ニュー東京ビルにあったニュー東宝シネマを改装し、有楽町に近いことと、当時あった、数寄屋橋映画をちなんで3代目、東宝シネマズ有楽座が開場。2015年2月27日に、ニュー東京ビルの老朽化により閉館。74年の歴史に幕を閉じた。年2回の名人会には、金城 3.3。三代目、神田伯山、四代目、柳家小さん、初代三遊亭円右、七代目藤松加賀太夫、豊竹呂章らが出演して、盛況だったという。日曜、祝日には子供向けのおとぎ芝居をやり、これには、栗島佐五郎も、竜英二郎、栗島澄子、梅村陽子らも関係した。このこどもデーは、帝国劇場がページまで続いた。大阪の文楽がしばしば来園した。三代目、清本梅吉。二代目、時和津文治兵衛。四代目、吉住小三郎。党員会などのおさらい会に頻繁に使われた。以下、上演年月、劇団、関係者、演目の順に列記する。ありがとうございます。